んにちは、シロです。今回はジャガイモと玉ねぎでね、なんか生クリームが余ってるので、それ使ってなんかよくわかんないけど美味しいやつを作ろうと思います。ジャガイモは今回はもうね、種じゃない芽だけ取ってね、レンジでチンして皮は剥かずにしておこうと思います。皮剥くの大変だしねでそれからね、玉ねぎは、皮剥いてちょっと大きめに切っていこうかなって思いますね。やっぱゴロゴロしてるとね嬉しいしね。ちょっと傷んでるところは切って、よいしょ。そしたらまあ4等分ぐらいかな。全然違ったね、8等分くらいですそれから前回のこの玉ねぎスープが残ってるので、これはチンします。よいしょ。1分2分かな。よいせ。よし、じゃがいもはどうかな。おー、いい感じ。じゃじゃん、あじゃあじゃじゃがいもは2等分。よし、こっちの玉ねぎもちょっとレンチンしようかなと思いましたんで、レンチンします。それからハムが残ってたので、ハムもやろっかね。うん、それからこの美味しいバターでね、ちょっと玉ねぎがちょっと見切れてるけど玉ねぎ入れて、それからね、じゃがいもを乗せて、あとはハムを乗せていきます。それからこの生クリーム、はぁはぁ、たっぷり入れちゃおう。それから胡椒をして、でこれでね、のチーズをたっぷり乗せて、いってらっしゃい。おいしくなって帰ってきてね。うわぁ、溢れてる。おいしそうに焼けた。これにパセリを乗せて完成。よーい、ゆっくりね、こぼしちゃダメだよ。よかった。はい、早く食べよう。いただきます。うわー、あっつそう。絶対熱い今日は作ってあったコンソメスープと、それからなんかね、よくわかんない、なんか間違えた。美味しそうだけどこれちょっと持ち上げられないのね。なんか味をつけ忘れたものいやー、なんか焼いてる途中で思い出した。何にも入れてないと思って、ね、じゃがいもと玉ねぎとハム、そしてバターと生クリームと胡椒、パセリもうなんか忘れてた。なんかね、なんか本当はミルク煮っぽくしたくて、でもそれにしても生クリーム少ないなってなって、じゃあもうグラタンっぽくしよっかってやって、小麦粉でぐるぐるするのめんどくないってなって、そのままかけた。うん、で味付け忘れた。まあ美味しいと思う、バターと胡椒と、もう生クリームでしょ、でも美味しいと思う、それさえあれば美味しいはずなんだよちょっと食べよう、ちょっとスープからいただきます。この動画もう上がってるかな、どうだったかな。ちょっと焦げた玉ねぎスープ問題はこれだよ、冷やし中華で余ったハムと、あと最近デザートで去年冷凍しておいたブルーベリーがまだ残ってたから、ブルーベリー、凍ってるブルーベリーと生クリームでガーってやるとね、なんかアイスっぽくなってすっごく美味しいので、それを結構食べてるんだけど、それで余った生クリームをねちょっと入れたのね。どうする、なんかどこ行く、なんかおっきいのより小さいじゃがいもにしようかなんかこのね、じゃがいもはすごい、ほんと親戚からもらったじゃがいもなんだけど、まあ、玉ねぎも、もうほんとに柔らかくて美味しくて、もうねこの皮が美味しいの、びっくりするぐらい美味しいの、みんなに食べてほしい。とりあえずこれでミルクたっぷりつけていただこう。熱い、絶対熱い、もう湯気が熱いいただきます。あー、やばい、
あ、もう全然 OK じゃん。味付けいらんですわ。あー、美味しい。めっちゃ熱いけど。これにしてよかった。おいしい。いや、大正解、おめでとうございます。なんかミルク煮っぽいミルク煮にするはずじゃなかったんだけど、全然ミルク煮っぽいわ。あ、いいな、これ。これで足りるならこれがいいな。楽ちんだ、小麦粉いらんし。うん、もう十分、これ、もうこれがいい、これが美味しい。なんか今年はそのなりが悪くて、じゃがいも、大きいじゃがいもはなんかあんまなんなかったって言ってたんだけど、味はほんと美味しい。とか小ぶりの方が扱いやすいし、私的には小さいじゃがいもの方が好きかも。うん、いや最高。うん、うん、はあ、大きそうになった、ガンボ怖かった。うん、これは肉じゃがもしたいな。うん、けどね、うん、ちっちゃいじゃがいもと、くらいくらいの、大きめのじゃがいももらって、大きめのじゃがいもは、ん？じゃがいも。大きめのじゃがいもは、ちょっと、肉じゃがにしよっかな。ね。ひき肉あったよね、豚ひき肉。ひき肉でいいや。これで切ってやろう。あ、もうお肉なくてもいいか。うん、肉じゃがっていうか、じゃがじゃが。うん、ちくじゃ。人参もあるね。人参とじゃがいもと玉ねぎ。なんかもうカレーできそう。肉なしで作ってみようか。悩ましいな。あー、おいしい。もうほんとありがとう。こんなおいしいじゃがいもたんまりいただいてしまった。はあ、この方法はちょっとずっと使うかも。はあ、大正解。さて、今日のシロの独り言は何ですか？お、なになになに？しょうもだいよ。これ書き順ちょっと多いからね。しょうもだいよ。かねるとしろ。いや、小さいじゃがいもも大きいじゃがいもに負けないよ。ごきげんよう。バイバイ。